KW 社員の社員と KW 新入社員ダメんだよ長えなお前。ラジオネームポテチ食べたいあとモテたい、はい、もし、うん、ディギモーさんが矢口真理さん、はい、辻のぞみさん、加護愛さんとユニットを組んだとしたら、はい、ユニット名はディギモニでデビュー曲はディギモニじゃんけんピョッピョッピョッですかえですか、いや、えディギモニでデビュー曲はディギモニじゃんけんピョッピョッピョッですか、そうなってます、そう うちの事務所でもそういう話になりました、なってなりました、まあ、だから、まあ、え辻ちゃんとカゴちゃんと誰やったっけ、矢口真理さんが、まあ、ディギモニ、まあ、だからその3人の真ん中にやっぱディギモンさん、メッシュキャップをかぶったディギモン、みんなと同じその中の、うん、小学生のね女の子の小学生幼稚園児みたいな格好してランドセル背負って、うん、おいしい牛乳のものだ、ピョッ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 レディー、ワッピョッレディー、トレスコランビューレイつってまた、おいしい、かっけえ、じゃんけんぴょ、じゃんけんぴょん。じゃんけんぴょ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 俺に言わせぴょ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 追いかけた今にまだ言ってたよまだ歩きたつるから大丈夫ぴょぴょ俺に普通にかっけえめちゃくちゃかっけえじゃないか、マジでめちゃくちゃかっけえ、ディギモニ、ディギモニ形にして形にしてな、ディギモニいいですね、ディギモニ、ディギモニあって叱るべきだけどね、うん、今か聞いた感じだと非常に完成度高いです格好がなんで非常に需要あれ売れますか、ただこれ俺ディギーさんにプレゼンできる気せえへんわ怖すぎめちゃくちゃ怒られるめちゃくちゃもう十分怒られるよ、うん、ラジオネームうんばば、もしも伊藤聖子さんがデリヘルを呼んだら、おいやめてくれ、体位を変えてお互いに果てるそのタイミングの妙味みたいなものが感じられる非常に濃密な試合でしたねと帰り際に審査しますか審査員します、せえへんせえへん審査員聖子さんデリヘル呼べへん、そんなそんななんでダンジョンの審査員長の顔でそのデリヘル嬢を審査すんだよ、まあでもケンさんとかは真顔でしそうだけどね、おいおいやばい、なんでケンさんあたりはケンさん、えケンさん、ケンザさん、ケンさんどうなんじゃん、デリヘル呼んで、うん、でもケンさん結構的確な、的確だからね、するからね、そう本当に本当あの人本当的確なこと言うよ、マジで的確なんですよ、バトル一番分かりやすく言ってくれるから、そのデリヘル嬢にケンさんがだ 今のところの、うん、そのなんて言うんだろう、その下から上に攻めるタイミングがもうちょっと早かったらすごい俺気持ちよかったかもしれないですね、はい、みたいなこと言って、あでも僅差でした、僅差でしたでもデリヘル、あんまりケンさん優しいからあんまどっちか落とさない、そうそう確かに、うん、だから結構ほんまに参考になるかもしれないな、うん、だケンさんに呼ばれたデリヘル嬢はメキメキ腕上げて、それメキメキ腕上げて、メキメキ腕上げて、実際君あの本当に R が言ってたことに対してなんか本当に意味わかんねえって返しちゃうより、じゃあ R ってあの文脈ですげえいいこと言ってたから、うんうんうん、あそこで意味わかんねえって返しちゃうとやっぱりその次ないのかなとか思っちゃいますね、なるほどな、でもまあなるほど確かにそうだな、でも聖子さんはたまに、うん、聖子さんの頭が良すぎてすごい表現するから、ね、般若さんのバトルで、うん、般若のラップには宇宙を感じましたねっていう時があるからもしかしたらデリヘル呼んで、うん、その女の子とプレイ終わった後に君のフェラチオには宇宙を感じちなみに、うん、ビートボクサーのタイカさんだったらどうなんていう、えお前悪空間開いたなタイカさんの話タイカさん最高だ、タイカさんそうだよね、これね別の宇宙の神成功です。成功さんも神やった。別の神。別の俺らとは全くそのなんかあのなんか、ま、全く別の銀河系の。そうね、で悪空間の支配者であるビートボクサー。タイガさんね。バトル終わったらやっぱりお前ブドウと取れよ。お前今日別の脳開いたやろ。怖